はい。で、この11の系列の中でですね、11B と呼ばれるもの、それから 11G と呼ばれるもの、11A と呼ばれるものですね。まず 11B、これは一番最初に普及したもので、2.4 ギガ帯です。で、この 2.4 ギガ帯はですね、無線 LAN でも使えるし、先ほどの Bluetooth とかでも使えるし、2.4 ギガ帯のコードレス音というのもあるし、2.4 ギガ帯のトランシーバーでというのもあるし、それだけじゃなくてですね、電子レンジなんかでも使われている周波数帯です。ちなみにですね、電子レンジはこれ通信機器ではないんですが、電波を出します。ね。電子レンジ英語で何て言います？その通り、マイクロウェーブですね。マイクロ波なんです。はい。電子レンジは、マイクロ波を出して、それを食品にぶつけて温めるものなんですね。なので、これ、うちの研究室にある電子レンジですけど、電子レンジの横にはですね、普通の家電機器と違ってですね、例えばこう回路図が書いてあるんですよね。普通、家電に回路図なんか書いてないでしょ。電子レンジ書いてあるんですね。で、しかもですね、この辺にほら、奥行きとか高さとかだけじゃなくて、発信周波数っていうのが書いてあって、2450MHz、2.45GHz であるってことが書いてある。で、さらに見てください。ここにね、総務省基準適合って書いてあるんですよね。はい、普通家電は総務省じゃありません。経済産業省の所轄なんですけども、この電子レンジに限っては先ほど言いました電波法でいうとこの高周波利用ということでですね、ここの回路図でここにですねマグネトロンというこの回路が電波を出すよということで、この回路はこの形式認定を受けているよということで、電子レンジ打っていいよということです。だから電子レンジ自作して使ったら勝手に使ったらダメなんですね。まあ、そういうこともあります。で、先ほど言いました、この省電力なので、ちゃんと認定機器であれば免許不要です。アメリカから買ってきた無線 LAN 機器を勝手に使ったら、まあ、少なくとも電波法に抵触している状態であるということは頭に入れておいてください。で、最初の無線 LAN はですね、最大11メガでした。で、それをですね、少し改良して 11G という規格でですね、2.4 ギガで54メガ出るようにいたしました。で、11A の方はですね、5ギガヘルツ帯で、これもですね、54メガ使えます。で、周波数帯はですね、日本では最初にですね、W5、まあ、日本は最初、これすごい独自規格だったんですけど、次のステップとして国際標準に合わせて、さらに国際的に使える周波数帯が、2005年ちょっと増えて、さらに2007年にも増えました。今だから、ま、国際的なのと大体合ってると。ただし、この、日本国内ではですね、上半分っていうか、周波数の低い方は、屋外では使用禁止ということになっています。11N という規格が、できました。最大600メガを謳っています。で、一つはですね、この5ギガの 11A と11ギガのですね、11G をですね、同時に利用するっていうのと、チャンネルボンディングって言いまして、まあ、実際にこの周波数をいくつかに分けて使ってるんですが、それをくっつけて使うっていうふうにして、とにかくできるだけスピードアップしようということが考えられています。で、さらにですね、MIMO、マルチインプットマルチアウトプットという、まあ、これは通信情報で、そうですね、森倉先生の研究室とかはまさにこれの研究しておられるはずなんで、私がこういうことをうっかり言うと、ボロが出ますけども、複数のアンテナを使ってですね、スピードを速くする技術があります。チャンネルボンディングというのはですね、これ5ギガ帯なんですけども、5ギガ帯はもともとですね、その一つのチャンネル20メガヘルツの周波数帯域を割り当てました。で、これをですね、2つくっつけて使うとですね、2倍のスピードが出るかというとそうではなくて、もともとはですね、この2つの間の真ん中辺は重ならないように使わないようにしてたんですね。ただ、くっつけて使うとこの真ん中辺をですね、目いっぱい使うことができるので、実は3倍ぐらいのスピードになります。まあ、これだけで3倍になるんですね。で、こういうふうにこう、いくつかくっつけると。で、さらにこれを、いくつか同時に使うことで、さらに高速化できると。じゃあ、2.4 ギガの方はどうかというと、2.4 ギガはですね、もともとすごく窮屈なんですね。こう、
建前上はですね 2.4 ギガ帯は11チャンネルあることになってるんですが、実際にはこの隣のチャンネルはほとんど かぶさっているので、完全に独立に使えるチャンネルは3つぐらいしかありません。でこれを、チャンネルボンディングするのはですね、3つで使っているところを2つで使うという程度なんで、まあ、これは 1.5 倍ぐらいしか速くならないというような感じですね。それから、MIMO っていうのはですね、この2つのアンテナからですね、元の送信データに対してそれをロジカルにうまく分割して違ったデータで送ります。そうすると、こちらのアンテナからですね、このデータとこのデータが届くんですね。で、こちらのアンテナからこのデータとこのデータが届くと。で、この2つをですね、うまく組み合わせて相関を考えることによって、まあ、理想的には4倍速く、まあ、実際には4倍にいかないんですけども、少なくともですね、アンテナ1同士、アンテナ2同士で1対1で送って2倍よりは速くなるという、そういう技術です。まあ、そこ、詳しくはですね、ちゃんと勉強していただければと思います。